囚われのご飯を救え。あいつの弱点は多分尻尾だ。尻尾を強く握れば力が抜けてしまうはずだ。俺がそうだった。どうやって尻尾をつかむかだな。ピッコロ、おめえ天下一武道会だと何してたんだ。もうおしめえか。すげえ岩だな。なんか嫌だな。あ、一丁やっか。その程度だったか。やっほー。あ、一丁やっか。では俺は倒せんぞ。よく崩れねえな、あの岩。なんか嫌がんな。ワクワクすっぞ。ありゃありゃありゃ。このごときでは俺は倒せんぞ。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。すぐに片付けてやる。こだ。その程度だったか。なんか嫌がんな。
さっさと片付け。ワクワクすっぞ。もう締めか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。いいぞ。そろそろ下に降りて近づこう。無駄だ。やつは妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ。警戒信号が。戦闘力710。どこだ。何？あのガキだ。クソ、故障か。反応がもう一つ、ここに向かってくる。一つ、二つ、戦闘力322と334。来やがった。貴様ら、一体ここへ何しに来た。決まってんだろう。オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ。どこに隠しやがった。ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それより、まさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。死んでしまえ。勝負ってな、ただ強きゃいいってもんじゃねえさ。こっちには作戦があんだ。レジェットだ。いやー、おい、何のショットだ。一瞬にして攻撃をしてくれた。待て。やっ、はっ、やっ、はい、はい、これだ。強くしていってやるぞ。その程度の力なら仲間にするのをやめる。ただの足手まといになるぞ。もうお遊びはこれまでだ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。へへ、すまねえな。はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。
その間、やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった。食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔漢光三歩。ふん、しつこいやつめ。貴様だけだと？どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。やられるつもりはねえさ。どうするにはこれまでだ。
もうお遊びはこれまでだ。はっ、よっ、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 はっ、はっ、よっ、はっ、はっ、お遊びはこれまでだ。はっ、よっ、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 1330、すべての戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。一歩つかんだぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾をつかまえておけ。もうやめた。おとなしくこの星から引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出る。そら、そら、もっと苦しみ、死は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられる。このガキ。貴様、まだそんな力か。ピッコロ、早くその技を。魔漢光殺法。